するしない。皆さんこんにちは。さあ、この M リーグルール解説、前回のまとめはこちらになってます。さあ、それでは今回もやっていきましょう。第6条風呂杯および風呂法。チーポンカンによって卓の右側に公開された杯を風呂杯という。風呂法は以下の通りとする。民春津チーした杯を横向きし、手杯から開示したターツの左に並べる。2番民交通ポンした杯を横向きにし、手杯から開示したトイツに加える。上茶からは左、トイメンからは真ん中、下茶からは右に並べる。3番民間通大民間によるもの。冠した杯を横向きにし、手合から開示したあんこに加える。上茶からは左、トイメンから左2番目、下茶からは右に並べる。4番果敢通果敢杯を指示杯の上に並べて重ねる。5番1から4並びに風呂杯が複数に事故の地の右側隅に確定した順に、事故から見て手前から奥へと順に縦に並べる。ここではね、すべて缶の時にご説明したんですが、最後のね、確定した順に事故から見て手前から奥へと順に並べるという風になっていますので、これはですね、9万を対面のシャーチャの人からポンをしました。そして今78ってあるのをローマンをチーをしました。この場合横ではございません。手前から奥なので、上に、簡単には上に乗っけてくださいねと。あとは全部上に乗っけていくと、こういう風に上に乗っけてっていくのが正当なルールですよと。 M リーグルールではこうなっております。第7条指示杯。チーポン間の指示杯および指示方向を間違えて進行し、該当局内に対局者が気づいた場合、全員の同意があれば審判の指示がなくとも訂正可能とする。間違えた状態で起こった事象の裁定は審判が行う。第8条リーチ。リーチは面前陳であればかけることができ、リーチ宣言犯に対して論がなければ成立する。2番リーチ宣言はリーチと発生し、リッチと発生し、これ村上さんですね、打牌を横に向けて置く。そして供託棒リーチ棒として先天棒1本を所定の場所に置く。3番フリテンリーチやツモ盤のないリーチもかけることができる。ハイテイハイを模したものはリーチをかけることはできない。4番リーチ宣言パンに対してチーポン感があった場合は自順の打牌を横にする。5番リーチ棒は以降の上がり者が取得する。ただし南4局が流局となった場合はトップ者に加算される。6番リーチ者はリークグリーンに手合を公開しなければならない。7番リーチの取り消しはできない。8番リーチ後でも上がりのみの見送りができるが、以降は振り手の扱いとなる。9番リーチ後の暗冠は成立した暗冠と同一の牌を模した場合のみ可能である。役の増減は問わないということになってまして、リーチはざっと9項目あったんですが、3番ですね、フリテンリーチはツモ盤のないリーチをかけることができる、相手を対応したものはリーチをかけることはできないとなってるんですけども、実はこれツモ盤のないリーチっていうのをかけることができるっていうのは、これ M リーグのまた特徴なのかもしれませんね。最高位戦ルールでも大丈夫なツモ盤のないリーチをかけることができるんですが、あんまり皆さんお目にかかったことってないですよね。ツモの牌がない時ってリーチかけられないのが普通かなって思うことがあるんですけども、自分のツモ牌はもうありません。ただそういう時でもリーチを発生することができます。そしてツモ上がりはないんですけども、出上がりすることはできるということになってまして、結構お得感がありますね。もしかしたらポンやチーが入ってツモ1が回ってくることもありますので、っていうのがこの M リーグの特徴的な一つではあります。で、第5章上がり。第1条上がりですね。1番上がりの形式はジャントープラス4メンツチートイツ C3 八王中とする。2番上がりの手段は次の2種類とする。1番ツモ事故のツモにて上がること。
注意事項なんですが、臨チャーハンによる上がりは全てはつま上がり扱いとすると。これはつま上がり扱いとするということは、臨チャーハンで積もってもつもの2負がつきますよということになっていると思います。で、C3用中とは国士無双のことですね。2番論法、他者の手牌台に手上がること、当たり兵を捨てたもの、チャンカンされたものを補充者とする。3番上がり者は一局に1人とする。1つの牌に2人以上の上がり宣言があった場合は、補充者の下茶、対面、上茶の順に権利を発生する。これを頭跳ねとも言う。4番モーターの1巡内での上がり牌の選択はできない。ここでは3番のですね、上がり者は一局に1人とする。1つの牌に2人以上の上がり宣言があった場合は、補充者の下茶、対面、上茶の順に権利を発生する、発する。これを頭跳ねとも言う。これはですね、マージャン用語にはダブルロンとかダブロンとかトリロンっていうこともあるんですけども、 M リーグでは必ず上がるのは1人だけです。2人からロンと言われても大丈夫です。1人だけにしか支払いをしてなくて大丈夫ですよと。で、補充者の下茶、対面、上茶の順に権利を発生するということになってますね。僕が補充した時に、なん茶の人とペイ茶の人、あるいはなん茶の人とシャー茶の人からロンと発生されたとしたら、このなん茶の人だけが優勢と、この人だけが権利を得ることができますということになっております。そして4番ですね、モーターの一巡内での上がり牌の選択はできない。これちょっとんって思うかもしれないんですけども、説明しますね。なん茶の人が6を切りました。その順目にペイ茶の人が9を切りました。そして僕の手牌はこれです。見てください、綺麗なピンフ順ちゃん3色です。急走だと。しかしなん茶の人が先にローソーを切っています。このローソーで上がりたくはないですよね。だから見逃してみました。しかし同順内にこの急走が打たれました。うわやった、ピンフ順ちゃん3色だ、ロン。これは同順だと、自分のツモ番が回ってきてない時ですね、はロンをかけることができません。ローソー1回見送って、自分のツモが回って再びこの人が切りました。これは今度は大丈夫ですよと、というのがモーターの一巡内での上がり牌の選択はできませんということとなっております。続きまして第2条ですね、上がり宣言。1番上がり者はツモ上がりの場合はツモ、ロン上がりの場合はロンと発生し手合いを開示する。2番ツモ上がりの場合はまず上がり牌を明示すること。ツモ牌、上がり牌を手合いに加えてからの上がり宣言も上がりとして認められるが、勝負天牌系につく点数、不跳ね等やピンフ系の上がりの場合はピンフ役等が認められない。これはですね、この M リーグルールでも何度か説明してると思うんですが、基本的に積もった牌を中に入れることはできません。ただ積もってきて、まあ例えばじゃあこれを中に入れてしまいました。あれこれ上がってるな、積もたとえこうなったとしても手合いの中に入れてしまっているので、1回これは本来はピンフ積もという役にはなるんですが、何を積もってきたかがわからなくなります。なので簡単に言うと安め取りと、マージャン用語ではちょっとあるんですけども、これを6で積もったらピンフ、9で積もっても9で積もっても1で積もってもピンフがつくんですが、今回は7や8あるいは1 E ピンで積もった時のように積もの300、500にしかなりませんよということとなっております。第3条上がりの確認ですね。他者からの上がりの宣言があった場合は、対局者全員が上がりを確認するまでは手合い捨て合およびピーパイを崩さないこと。第4条上がり役の複合、共に同居する役の複合を認められる。例といたしましては、臨シャン解放と配定積もは複合しません。これちょっと難しく言ってるんですけども、ピンフやタンヤオとかは複合しても大丈夫ですよと。ただ例外として臨シャン解放と配定積もだけは複合しないと。要は臨シャン解放が最後の積も牌であったとしても、臨シャン解放の積も牌は配定の積もの牌ではないということですね。ワンパイの牌なんで。なのでそれは複合しませんよと。臨シャン解放にしかならないで、最後の配定の牌にはなりませんと。ただこの臨シャン解放の牌が最後の積もの牌でした。これを
切った時には法廷という役になるというちょっとした豆知識を加えさせていただきます。第5条ですね。フリテン、事故の捨て合いに上がり系を構成できる牌がある天牌をフリテンという。フリテンの場合の上がりは妻上がりに限る。このフリテンですね。まさにこの今ね、綺麗な綺麗なピンフジュンちゃん3色ができています。しかしこの上がりをじゃあ僕は拒否しました。ローソーを積もってきて、このローソーでは上がれない、このもったいなくて上がれないという時に、ローソーが切れているのでこれをフリテンと言います。フリテンというのはですね、誰からもロング上がりっていうのはできなくなります。自分で積もる時のみです。ただ皆様よく覚えておいてくださいね。ロン上がりができなくなるだけですから、積もったらあんたが大将になりますから。なので、このフリテンというのは自分で切ってる牌では上がることはできなくなりますが、ロン上がりはできなくなりますが、積も上がりはできますよと、これをフリテンということとなっております。